皆さんこんにちは、健康の時間です。今天気だんだん涼しくなります。秋の自然に入る。日本よくスポーツの秋、読書の秋、旅行の秋、とりあえず秋紅葉の時期は非常に外でいろいろ活動でいいの季節です。でも私たちもし練習修練としては、紅葉のところ秋は実際もすごくいいの時。どういういいの時、一つは涼しくなると、真夏のような暑すぎ体力すぐ消耗のことは多分ない。そうすると体力を持ちやすい。だから私たち鍛える時に体力的の練習は長く継続で続ける。レベルアップもしやすい。でも内面の話したら、実際秋涼しくなると陰と陽の気の変化は、だんだん陰の気は少し真夏より強くなる、陽の気は弱くなる、あるいは陰と陽のバランスのいいの状態にだん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 行くということ。だから紅葉の時期的に実際は特別考えなくて、自分はただ木の考慮で、だいたいバランスがいいの状態の木は外部のと交換はできます。これだけじゃなくて、例えばある人は歩くとか、一般の運動、山登りとか、これも一番いいの季節。気温はちょうどいいし、暑くもないし寒くもないし、あるいは外のバランスの気も一番いいの時期。だから紅葉のところも紅葉練習の時期です。